売りたい土地があるんですけど。え、なになに？ちなみにそれってどんな土地なんですか？こんな土地です。高速道路も2、3本走っていて、交通の便もいいですよ。売る気満々ですね。はい。サリュース入信。とりあえずその土地買います。やったね。走っても走っても周りは砂漠だな。この辺りのワズなんだけど。あ、着信だ。どんな着信音だよ。ちなみに、イントネーションがおかしいかもしれないけど、それはウプ主がボイスロイドを購入したのが詳細金だからね、仕方ないね。ちなみに、イントネーションがおかしいとか言ったら、シベリア送りにするで。わかったな。今分かったことなんだけど、土地が砂漠化したという事実が発覚したんだよね。え？というわけで皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢と、コロッス、マリサと、ことのはあかねと、ことのはあおいです。今回から、シティーズスカイラインス実況シーズン3ですね。というかもうシーズン3って、早いもんだな。なんでかは考えたくもないけどね。まあそんなことはさておき、今シーズンではこの、デザートオアシス、というマップを開発していきます。ちなみにこのマップ、名前の通り砂漠です。つまり水資源は、オアシスのみ、ということです。サンセットハーバーで追加されるくせに、水要素が少ないというなんとも皮肉なマップですが、今シリーズも頑張って完走したいと思います。とりあえずマップを作りましょうかね。まずは市民が引っ越してくるのに必要な道路を整備していきます。こんな感じでオーケルビンかな。こういう作りにしたっていうことは、人口が増えて高速道路が解禁されたら、この先に延伸するんですね。察しがいいね。その通りだよ。っていうか今までチートオンだったけど、今シリーズはチートオフなんだよね。だからといって大赤字とかさすがにそんなことにはならないはずです。多分。じゃあ、赤字になったら粛清ね。住宅区画の指定ができたから、次は必須ライフラインを整備していくよ。やっぱりまず最初は水かな。貴重なオアシスの水を吸い上げるポンプ場を建設します。こんな感じかな。あとは、水道管をいい感じに敷設したら儲ける便ですね。そうだね。水道はこんな感じでオーケルビンかな。そして次は現代を生きていく上で必須と言っても過言じゃない電気。やっぱ最初は風圧かな。どのあたりが風強いかな？丘の上あたりだったら風強そう。だねー。じゃあこのあたりとかかな。そして発電所と町が少し離れているから電線を敷設しないと。とりあえずこんな感じでオーケルビンかな。ではこの辺りでコメント返信いっちゃいましょう。まず一つ目のコメント、ウポツです。僕は、スイッチでシティスカやってますけど、スイッチのシティスカは見捨てられたのでしょうか。新 SCP を、発見、シベリア送りではなく、サイト81、送りにせよ。コメントありがとうございます。スイッチのシティスカは何かと不便なところがありますからねー。次のコメント、長屋ジャンクション、かっこいい。コメントありがとうございます。ジャンクション自体は三叉路ですが、モノレールと地下鉄の線路が中をすり抜けていっているのがなんか、いいですよね。次のコメント、イポツ、イポあり。次のコメント、立て続けの、
ラパラサちゃんのコメント笑ってしまいました。シーズン2終了とか悲しすぎます。この街もっと見たかった。そしてイロコロさんの編集技術を私にください。コメントありがとうございます。一番の被害者は期待してくださっていた視聴者だと思うからね。本当に申し訳ないです。と言っても私自身も相当ショック受けてますけど、どれくらいかというと某実況者さんが動画を投稿していて、その時編集していてコメントするのが遅れてシベリア送りにされた時くらいショックでしたね。まあみんながいたので怖くなかったですが。次のコメント、編集投稿おつころ様です。パート13はどうなるんでしょう。そしてシーズン3も楽しみにしています。まさかこのような形でシーズン2が終わるとは思ってませんでしたが、なおねはイロコロさんの心の中に永遠に残っているでしょう。そして皆さんの心の中にも、シーズン2お疲れ様でした、シーズン3も楽しみにしています。長文失礼しました。コメントありがとうございます。まさかシーズン2まで完走できないとは思ってもみなかったですからね。まあね、シーズン3は3度目の正直ということで無事完走させてみます。ちなみに完走率は1991年12月25日に赤い国が崩壊する確率は 1.25。 次のコメント、イポツです。前回イポツを忘れていたやつ、ジャンクションいいですね。燃えます。何言ってんだ、学研どっかで聞いたことあるな。大学いいですね。スイッチにも DLC 来ないかな。なおねとデータのご冥福をお祈り申し上げます。何言ってんだ、2回目。シーズン3も楽しみに待っております。あと編集が着実にお上手になっていく色ころやろう。すごい。コメントありがとうございます。なおねじまー。はお亡くなりになりましたのでご冥福をお祈りください。あとめちゃくちゃ褒めていただいたのでお礼としてシベリア送り回避券を差し上げます。次のコメント、イポツです。これからの発展を期待していただけに、データお亡くなりは残念ですね。動画編集も素晴らしいので、シーズン3に期待しております。地元ネタで申し訳ないですが、11分32秒あたりから前を走る車、筑豊ナンバーにビクってなったのは、私、北九州市出身だけかな。黒塗りの33ナンバーじゃない分、良かったですが。コメントありがとうございます。いやー、本当にショックですねー。シーズン2こそは完走させたかったのですが。筑豊ナンバー？あ、本当だ。確かに地元とか出身地のナンバーが動画で前に出てきたら少しドキッとしますよね。私は九州出身ではないですが。次のコメント、ウポツ、編集、やっぱいいですね。コメントありがとうございます。ありがとう。次のコメント、沖縄子供の国という動物園がありますが、駐車場ありますね。そもそも電車がね。コメントありがとうございます。そうなんですね。これ電車もなくて駐車場なくて周辺にも駐車場なかったら鬼畜ですね。ちなみにソ連には人間が檻の中にいるっていう動物園があるらしいんですが、そこって駐車場あるんですかね？どんな疑問やねん。次のコメント、実質打ち切りだけど、キリがいいところではあったのが、不幸中の幸いですかね。私のシーズン3とイロコロさんのシーズン3、どっちが早くスタートするか競争な。コメントありがとうございます。本当に不幸中の幸いだと思います。てか競争とか負ける自信しかない。次のコメント、イポツです。やっと追いついた。怒涛の編集技術の向上もさることながら、毎度面白く拝見させていただきました。これからも頑張ってください。シーズン3も待ってます。コメントありがとうございます。わざわざここまでたどり着いてくださったんですね。お礼としてシベリア送り回避券を差し上げます。ちなみにこれは本当に使えるかもしれません。次のコメント、何？素晴らしいものを拝ませていただく。コメントありがとうございます。10センチの距離で拝みください。次のコメント、やべえ、凝りすぎ。これは感想を期待。コメントありがとうございます。実はこれ、iMovie を使って編集したので意外と簡単に一瞬でできました。感想をご期待ください。次のコメント。さて、シーズン3は、どんな感じ？砂漠だと、予想の上の上を言っていて、驚きました。この砂漠の地に栄えを。この未来の地、楽しみに、待っております。
相変わらず、編集がすごくて驚いております。コメントありがとうございます。はい、ポーポーさんのことをネタにしたのでこのシベリア送り返し券を差し上げます。ちなみに本人からの許可はもらってないので使える保証はありません。次のコメント、こりゃあ楽しみだ。1分06秒のところ、皆さん注目。コメントありがとうございます。ん?1分6秒?うん、カオス。次のコメント、砂漠、砂漠。素晴らしい。楽しみです。また、データが壊れないことを祈ります。コメントありがとうございます。データが壊れないことを祈ってくれたのでお礼としてシベリア送り返し券を差し上げます。シベリア行ってらっしゃい。大丈夫。みんなで行けば怖くない。次のコメント、ああ、めっちゃ楽しみ。コメントありがとうございます。あ、設定がみんなで行けば怖くないと言った時のままだった。シーズン3、お楽しみに。宴会だよ。次のコメント、予告編とは、期待させてくれますね。砂漠でどのような街になるか楽しみです。砂漠での常識を覆すみたいなものをやってほしいですね。編集、寝てたらできてたとは、小人さんが仕事してくれんですかね。私の仕事もそうでありたいと、ずっと思っているのですが。コメントありがとうございます。そうなんですよ。寝てたら勝手にアップロードされてのでびっくりしました。そして最後リアルな話。ということで今回のコメント返信はここまで。動画の感想や質問、アドバイスなどもよろしくだぜ。というかコメント返信している間に作業終わっちゃったし夜になりました。今回の動画で基本基盤は完成したね。さて次回は何をしようかな?収録外で考えておくよ。それでは今回はこの辺りで閉じようと思います。ここまでのご視聴、ありがとうございました。